町田街道の工事のためにここに工事の機材なんかが置かれてたんですけど、どうやら終わったようですね。自動販売機がありますね。駐車場の設備もだいたいできたようですけど、まだ駐車場としては始まってないようなんですが、大英の駐車場ということで、こんな状況、月決め募集ということらしいです。今日は2014年の9月22日ですね。よっこらしょ。朝日新聞の一面には外国人定住分校に活気ということで、これは北海道の内安町というんですかね、羊蹄山の下らしいんですけども、そこに小学校の分校があって、児童24人しかいない。どん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 この辺地域の小学校は児童の数が減ってきたんだけれども、この頃外国人の観光客はどんどんスキー客を中心に増えてきたんだそうです。10倍に増えたんですね。でそういう状況の中で、日本人、若い外国人と町の外から移り住んだ日本人との国際結婚が相次いだ、そういう状況の中で、これまでよりもどんどん子ども小学校の人数が増えたらしいんですね。そういう状況の中で、インターナショナルスクールが町の支援を受けて、ここにできた。13人まだ子どもが通っているという状況なんですけれども、外国人が移り住んで、人によっては日本人と結婚して、結婚しないのもいますけれども、日本に定住する外国人がだんだん増えてきた。で、この新聞記事は人口減日本というシリーズの中の一つの特集なんですけれども、どんどん日本人の人口が減っていって、若い人たちが少なくなっていく中でどうするかということで、外国人が移り住んでいる、定住している状況というものを前向きに捉えようではないかということなんです。とても大事なことだというふうに思いますね。私は今の国際紛争を解決する、あるいは改善する手段として、お互いの国の人間同士が行き来する、仲の悪い国に相手の国の人たちが住んで、そこの人たちと仲良くしていく、一般庶民同士が仲良くすることによって、お互いの憎しみ合う民族同士が憎しみ合うような状況というものを改善していけるんじゃないか。日本の中にはヘイトスピーチなんちゅうアホなことをやってる人たちもいますけれども、それとは全く逆に仲良くしましょうということをですね、相手の国に行ってそこで暮らすということによって、より積極的にやっていけばいいんじゃないか、そういうふうに思って、そういう動きというものを国のレベルで、国家のレベルで後押しするようなことをやるべきだ、私はそういうふうに思います。だから今ここにあるような、他の国から来て子どもたちが学校に通いやすくする、そういうふうなことを国としてどんどん支援していくべきなんだろう、そういうふうに思います。今日の歌は小倉慶のめまいという歌ですね。これも知らない歌ですね。
1975年ですね。まあ楽譜があるからなんとかこんな歌かなとやれますけど、一応それを見ながらやってみます。ということで今日はこれくらいしておきます。